皆さんこんにちは、チャンネルライダーヒロでございます。本日も仮面ライダーの新しいおもちゃ商品紹介レビューしていきたいなと思います。 SH フィギュアーズ強化月間続いております。本日紹介させていただくのはこちらでございます。楽しみにしておりました真骨頂製法仮面ライダーゼブノスアルタイルフォームでございます。はい、現在ね絶賛、真骨頂製法続いておりますね。電話シリーズからの、2号ライダーである仮面ライダーゼロノスの基本フォームであるアルタイルフォーム、見事真骨頂製法で商品化となりました。ゼロノス役のね中村雄一さんも非常に喜んでるんじゃないでしょうか。非常にかっこいい一品になってるんじゃないかなと、私も非常に楽しみにしておりますので、しっかりねレビューをしながら楽しんでいきたいと思います。ということでまずパッケージ見ていきたいなと思います。表紙はねかっこよくゼロノスが写っております。そしてね下には魂クオリティシールも貼られていて、真骨頂製法では、おなじみの箱押しでのね仮面ライダーゼロノスアルタイルフォーム、反対側も同じくアルタイルフォーム、上は SH フィギュアーズ書いておりますね。はい、そして反対側はサンプルポージングいくつか写っておりますね。はい、またね、電王と一緒に楽しんでくださいと言わんばかりに、こちらの方にも写真写っております。この写真はおそらく、国会議事堂前の電王&牙クライマックスデカですね。こちらのシーンの、再現なんじゃないかなと思います。こういう飾り方も非常にいいんじゃないかなと思うので、電王を持っている方もねぜひ試していただけたらなと思います。ということで開封して中を見ていきたいと思います。まずね取扱説明書入っておりますね。そしてゼロノス本体、おーすごいですね。このマスクの感じといい、まさにね本物がちっちゃくなったゼロノスまんまって感じですね。あ、本体はねまた後でプリスタを上げてみていくので、付属品見ていきましょう。はい、付属品でございます。おーいいですねサイズ感。プリスタ越しではありますがしっかり見ていきましょう。まずねこちらゼロガッシャーのこの部分ですね、下のパイプの部分を持つための、手首ついています。そして、防眼モード用の持ち手ですかね、こちらもしっかりトリガーをねこう持つための表情がついている手首。そして、普通の開き手もついていて、ゼロノスカードを持つ持ち手もついているようですね。他には最初に一曲の時の指差し手首もついております。普通の武器持ち手もちゃんとついているようです。いいですね。そしてゼロノスカード1枚ついております。こちらなくさないように注意しなきゃいけないですね。そしてこちらねゼロガッシャー劇中通り本当に組み替えて遊んでくださいと言わんばかりの感じですね。よく見てみると腰についてる状態の時のゼロガッシャー一部パーツですね。そしてサーベルモードになった時の大きいパーツ、そしてこちら持ち手用のパーツですね。また防眼モードの一部分、こちらもしっかりついているようです。これは組み替えすることで、楽しんでくださいということみたいですね。はい、ということでね、内容物はこちらで以上となりますので、本体の方を開けて見ていきたいなと思います。はい、ということでね真骨頂ゼロノス開封させていただきました。めちゃくちゃかっこいいですね。まずねこのメタリックグリーン、そしてね、レールのイエロー部分、このカラーリングがねまさに本物同様で綺麗です。そしてマスクのこの精密さ素晴らしいとしか言いようがないですね。ちっちゃいこの複眼の模様もしっかり再現できております。はー、いいですね。そしてゼロノスベルトもねこの小ささであのゼロノスカードを入れることができるということで、遊ぶ際はね、アルタイルフォームのモードにねしっかり切り替えをして入れて、楽しんでいただけるといいんじゃないかなと思います。またねゼロガッシャー先ほど、付属品一覧にありましたね、それもこの腰につけて楽しんでください。そうするとね、普通のゼロノスアルタイルフォームで楽しむことができますのでね。はい、またねゼロノスカード入れのこのパーツもねしっかりねこれ稼働するんで、基本的に斜めになっていますので斜め掛けにしてあげて楽しんでください。絶妙なねこのガンメタリックのカラーリング、ベルト周りですね、ここも非常に綺麗で、足と手のねこの暗いカラーリング、こちらもメタリックで非常に綺麗に再現されております。基本的ねあの足の部分だったりの造形は電王と同じかなというふうにも感じます。またねこの特徴的な肩のパーツ、動きに支障があるかななんてちょっと心配もしてたんですが、今動かしている限り、しっかりね
ここも動いているんで腕を上げても全然邪魔になりません。またね、こずっても、色が取れるということもなさそうです。非常にいいですね、ここの処理、ここの処理素晴らしいです。いや、どうやって表現してくるのかなと思ったんですが、見事ですね。またね、二の腕、ここにもロール関節がついているので、壊れないように注意して、楽しんであげてください。一応これだと未完成の状態なんでね、先ほど言った通りゼロノスカードを入れてゼロガッシャーを装備して、本来のねゼロノスアルタイルフォームの状態にしていきたいと思います。はい、ということで初期装備しっかりつけたゼロノス、これでねちゃんとしたアルタイルフォームが完成したので、改めてねこちらの方置いておきたいと思います。ベルトの方ねしっかりゼロノスカードをつけて、そして、ここ真ん中の回転盤のところ、やっぱりね、ベルト本物だったらガチャって勝手に上がるんですが、 SH フィギュアーズですので爪でちょっと上にポンと上げてあげれば緑色の柄がしっかりつながっていくんでね、こちら、設定するのを忘れないであげてください。またね、ゼロノスカードを、取った時は真ん中の黒にまた戻るので、そのね表現も写真を撮る時とかは忘れない方がいいんじゃないかなと思うのでお気をつけください。またね、ゼロガッシャー両方ともしっかりつけております。これをね、見本にして、もし、武器を持たさない時のゼロノスをやる場合は参考にしてみてください。ということでアルタイルフォームしっかり完成しましたので、ポージング参戦今回も紹介していきたいなと思います。ということでね、ゼロノス一つ目のポージング、こちらは最初に言っておくの時のポージング、こちらの方やっていきたいなと思います。はい、ということで一つ目のポージング最初に言っておくの時のポージングやらせていただきました。基本的にねゼロガッシャーサーベルモードを持ちながらの最初に言っておくって時もあるんですが、あえてね、変身直後の、ゼロガッシャーまだ装着していない時で最初に言っておくの時のポージング、こちらの方やらせていただきました。こちらのポージングのコツに関しては、指差しポーズ系ではよく言わせていただきますが、しっかり、指をね指している方向に対して顔を向けてあげる。でも、まっすぐじゃないですよねゼロノス。そうなんですよ、ユウトってちょっと偉そうに喋りますよね。その感じを表現するためにちょっと背中を反ってますよね。反ってさらに最初に言っておくっていう感じ、まあちょっと斜めにしてね偉そうな感じを表現してあげるとよりユウトらしさが出るんじゃないかなと思います。そして反対の手首は、ベルトにね手をかけてちょっとだらっとしてる感じですよね。カッコつける感じを表現してあげるといいと思います。そして下半身も片足だけはまっすぐ立たして、で反対側の足をちょっと曲げる感じ、こう見たら分かりますね。そうするとより偉そうにしてる感じをしっかり表現できるんじゃないかなと思います。またね、伸ばしてる指の手首もまっすぐじゃないの分かりますか？そうなんですよ、あのねちょっとなだらかにしてあげる、ちょっとだけ曲げて最後このボールジョイントのところでピンとまっすぐ決める。これをするとねよりかっこよく指差しが決まりますので、こちらも参考にしてみてください。はい、ということでね、一つ目のポージング最初に言っておくの、ポージングやらせていただきました。二つ目のポージングいきたいと思います。二つ目のポージングはゼロガッシャーサーベルモードを構えている時のゼロのアルタイルフォーム、こちらの方やらせていただきたいなと思います。はい、ということで、2つ目のポージング完成いたしました。ゼロガッシャーサーベルモードを構えている時のゼロノスアルタイルフォーム、こちらの方ポージング再現させていただきました。こちらのポージングはね、下半身を大きく開くことはもちろんのこと、上半身もね相手の方を見るっていうのも大事なんですが、何よりも大事なのはゼロガッシャーのね持たせ方ですね。サーベルとはいえどいわゆる剣ですので、普通に持つ時もあります。言うとまっすぐねいつも通り持たせる時もあるんですが、この持ち方を見ていただいたらわかるでしょうか。他のライダーはあんまこういう持ち方しないよなっていう特殊な持ち方してますよね。これでユウトは相手に向かってバシンって切りに行くんですよ、こういう風に両手で持ってね。なんで、この持ち方、非常に癖がある持ち方なんで、これをね、忘れないように、この持ち方をする時も、多いのでこの持ち方忘れないように参考にしてみてください。持ち方が大事ですね、このポージングに関しては。
はい、もちろんね、持たせるときはこの手首のボールジョイントの角度しっかりつけてあげるのを忘れないであげてください。はい、ということで、2つ目のポージング以上とさせていただきます。最後3つ目のポージング、最後はね、ゼロガッシャーのね、ボウガンモードを持っているアルタイルフォーム、こちらの方、ポージングしていきたいなと思います。はい、3つ目のポージング、ゼロガッシャーボウガンモードを構えている時のゼロノス、こちらの方を再現させていただきました。ですね、こちらのポージングのコツに関しては、下半身はねしっかり開いております。そして、目線は前に向けてるんですが、打ってるわけじゃなく、変形させた直後のね、ポージングですので、横にゼロガッシャーを置いております。またね、ゼロガッシャー片手でも持つのですが、両手で、持ってあげるとかっこよく決まります。っていうのはね、打つ瞬間とかは両手で、アルタイルフォームを打っております。デレムのね、用意したベガフォームであれば片手で打ったりすることも多いのですが、アルタイルフォームだと両手でねしっかり、持って打つことが多いので、こういう構える際も両手で持ってあげる、このポージングをしてあげるとよりユートらしさが出るんじゃないかなと思います。ですので、アルタイルフォームでボウガンモードを持つ際はなるべく両手で持ってあげるっていうのを意識してあげてください。はい、ということで、今回のねゼロノスのポージング講座紹介させていただきました。皆さんのね参考になっていればとても幸いです。またね、ポージングしていて思った点が、ゼロノスありました。非常にねゼロノスカードがベルトから落ちやすいです。ですのでポージングする際はゼロノスカードがなくならないように、一回取り出してから、分かりやすい机の上に置いといてポーズしてからまたベルトにつけてあげるっていう風にするのもいいんじゃないかなと思いました。非常にねなくすと大変です。予備の1枚もついていないんでね、気をつけてポージングしてみてください。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。本日の動画、よろしければチャンネル登録、サムズアップボタンよろしくお願いいたします。 SH フィギュア2強化月間まだまだ続きます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオ、優等よろしく。